牙が。気をつけろ、ヘリから撃ってきやがる。よく持ちこたえた。足りねえよ、俺は今主役だからだ。いつまでもここにはいられねえ。準備はいいか。緊急コードの入力を確認。起動ボタンを押してください。解除方法は？いいかよ。行かせるか！どけ！無茶ぶりだけよ！キーパー！なんだ！プレート開放システム起動完了。プレート開放システム起動完了。最終シークエンスに移行します。第一区画の分離を開始。速やかに退避してください。プレート開放システム起動完了。何しやったクラウド！ディバ、システムの解除はもはや不可能だ。お願い止めて。ディバ、マリンは大丈夫だから。エアリス、マリン、マリンだぞ。あんたマリンを。そこはどこだ。私は、君たちの活動が巡り巡って我々に古代史をもたらしたというわけだ。その点に関しては礼を言おう。だが申し訳ないが、居場所は古代種。逃げて、早く逃げて。アバランチに逃げ場などあるかな。エアリス、最終警告、最終警告。このエリアは間もなく崩壊します。ここにいたらベシャンコだ。とにかく大事な方法を探そう。おい、こっちだ。このワイヤーで脱出だ。行こう。急げ急げ。
いねえのか！バレット。この先から聞こえる。おい！せーの。私たちのせいだね。違うぜティファ。何もかもシンラの奴らがやったことじゃねえか。そうだろういいな。バレット、マリンは無事だ。エアリスが言ってた。エアリス、あの捕まってた女か。うん、言ってた。どういうことだ。エアリスに頼んだの、マリンを助けてって。信じるぞ。いいか。おい、どこ行くんだよ。エアリスの家だ。5番街スラムにある。マリンはそこなんだな。他に当てはない。いるって言えよ。希望を持たせろよ。いなくてもお前を責めたりしねえ。いや、そりゃちっとは文句言うだろうけどよ。ティファ、古代種って知ってるか？
聞いたことはあるけど。生命学の本を読めば出てくるぜ。大昔星を開拓したって一族だ。星と語るとかそういうんだろう。それがタークスに狙われていた理由か。我こそ古代史の血を引き締め、この星の正当なる後継者。守れなかったな。喪失がお前を強くする。なんでもない。急ごう。マリーは、マリーはどこにいる？バレット。すまねえ。俺はバレット。マリンの父親だ。マリンはおかっぱ頭で、天使みたい可愛らしい顔をしてる。服は、ピンク。今日はピンク。2階で眠ってるよ。眠ってるからね。私たちも行こう。顔見て安心したいな。騒いで起こすんじゃないよ。あんたたちも2階へ行っておやり。マリン、よかった、無事で。エアリスは神羅に行ったよ。すまない。エアリスにマリンのことを頼んだのは私です。知り合ったばかりなのにとてもよくしてくれて、だから甘えてしまいました。あんたらのせいじゃない。遅かれ早かれこうなる運命だったのさ。古代種だからだな。あの子から聞いたのかい？よほど信頼されてたんだね。そう、エアリスは古代種、古代種の生き残りらしい。私は違うよ。あの子は実の娘じゃないんだ。15年前のことだ。夫は最前線に配属された兵士だった。休暇で帰るという手紙を受け取って、約束の日駅まで迎えに行ったんだ。でもあの人は帰ってこなかった。何か良くないことがあったのだろうか。いや、
休暇が取り消しになっただけかもしれない。祈るように毎日迎えに行ったよ。そこであの子と会ったのさ。ウォールマーケットから逃げてきたのか、それともプレートにいられなくなったのか、たまに見かける光景だった。エアリスを安全なところへ、そう言い残して彼女は死んだ。夫は帰らず、私も寂しかった。だからエアリスを連れて帰ることにしたんだ。私たちはすぐに仲良くなれたよ。よくしゃべる子でね。いろいろ話してくれたよ。どこかの施設から母親と逃げ出したこと。お母さんは星に帰っただけだから寂しくなんかないってこと。星に帰った、生命学の考え方だ。私には意味がわからなかった。夜空の星かって聞いたら、違う、この星だって言われて。まあ不思議な子だったね。お母さん、泣かないでね。エアリスが突然言い出した。何かあったのかって聞いたら、お母さんの大切な人が死んじゃったよ。心だけお母さんに会いに来たけど、でもやっぱり星に帰ってしまったの。私は信じなかった。でもそれから何日かして、夫の戦死を知らせる手紙が届いた。とまあこんな具合でね、いろいろあったけど幸せだった。ところがある日、エアリス、君は大切な子供なんだ。古代種の血を引き継いでいる。私はもちろん聞いたよ。古代種って何だってね。古代種は地上の幸福が約束された土地へ我々を導いてくれるのです。言い伝え、何かの比喩、いろいろな見解があります。しかし我々は文字通りの真実としてそれを信じています。シンラカンパニーはぜひともエアリスの協力を。違うもん、古代種なんかじゃないもん。でもエアリス、時々誰もいないのに声が聞こえることがあるだろ。そんなことない。思い当たることがいろいろあってね。ああ、この男が言っている話は本当なんだろうと思ったよ。居場所を知っているのに誘拐もせずに待つなんて、タークスらしくないな。エアリスの自発的な協力が必要なんだとさ。だからシンラに連れて行かれたと言っても、お客として扱ってもらえるはずだ。用が済んだらすぐに返してくれるだろうよ。どうかな。何をしよってんだい。
ことを荒立てないでおくれ。エアリスまで失うことになったら、私はもう。頼むよ。クラウド、お母さんの言う通り、用が済めば帰ってくるかもしれない。だからもう少しだけ待ってみない？七番街スラムに戻らねえか。やることいろいろあんだろ。セブンセブンも確認しておきて。うん、わかった。